はい、じゃあ続きやりますね。ユーダって星に行きますけど、ちょっとね、そう見たら戦闘力が 61,824 だったんですね。だからちょっと前回終わった時点では多分4万ちょいだったんだね。うん、なんでちょっとレベル上げてきます。はい、でゼッコの罠、うん、ゼッコとミラが新しく配属された。ジュリアはゼッコと一緒に仕事に行くが、はい、お本、今日付けでこのアサルトチームに2人が転属になりました。次回の業務は2人が君たちをそれぞれサポートします。まあ仲良くやってください。よろしくでゲス。よろしくお願いします。ちょっと2人ともちゃんと挨拶しようよ。はーい、よろしく。気のない返事だな、もう。まあ知ってるやつらだからね。ジュリア、早速不法滞在の海賊どもを蹴散らせです。はい、了解。はい、なんでさ、新人が上から目線で話してくんだろうね。ざけんじゃねえって話だよ。結局ね、武器はね、斬撃系の方が使いやすいってことが判明したんで、斬撃系に戻しましたね。なんて言ったって、もう、弾を消せるっていうのはね、やっぱね、強いわね。うん。まあ、他の武器でも消せるんだけども、なんかバリアみたいな効果なわけじゃない、近接だからさ。もうザクザクですよ。ザク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 切って。ね。まあ相変わらずちょっと錬金ゲージが溜まりづらいっつうデメリットはあるけど、まあまあまあ、この防具は多分防御力とかも体力とかも上がるから、正直、まあ近接向きではあるよね。突っ込んでって切る。脳筋スタイルには向いてるんじゃないかろうか。ね。よいしょー。まあ、溜まればね、そこそこ強いし。あ、なんか、防具かな、これ。うん。よし。はい、サクッと終わらせたよ。頬をやられるですな。もちろん。じゃあ、これで効かんね。ん？何？あれ？シャトルが動かない。ねえ、ゼッコ、動かない。いっしゃ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 。かかってたゲスな。どういうこと？エンジン再起動したいです。もうその船は飛べないでゲス。え、なんでそんなことするの？と聞かれて説明するような義理と人情はないでゲスよ。そろそろ蒔いた種が孵化する頃でゲスかね。種？ぎのやつでゲスよ。ゲシシシシシシ。ありか。じゃあさらばでゲス。せいぜいあぐくといいでゲス。お前どうやって帰るんだよ。ちょっと待ちなさい。お、ああ、なんだ、続きか。ざっけんじゃねえ、あの栽培マン野郎は。あいつ絶対栽培マンだろ。あれ結構硬えな。こいつらね、なんか、ヒットアンダーウェイで逃げてくからめんどくさいんだよな。防具かこれはね。まあ、こう、アンザコはいいや、放置。ほら。あれ、ありねえな。あと3匹。いた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 。ああ、結構数来るとめんどくせえな。まあでも、うん、斬撃系だけは弾を消すなんてことはできないから、まあもう、回避するしかないんだけど、ああ、あれ1匹残ってるよ。あ、いやいや、はい、終わり。ラババーン、それ使ってないですけど、連続系。なんて敵の数。ジュリア、聞こえるかい？山田さん、前回君たちが入手したアリの溶卵が管理部からゼッコに盗み出されるのを確認したんだ。怪しいと思ってね。君らの通信を監視してたらこれだ。ゼッコが裏切ったってことですか？まだ真意はつかめてないけど、そうらしい。狙いは君だね。幸いゼッコの行き先は探知できたから、ミラ、アナスタシアチームに救援を頼んだよ。もうすぐシャトルが着く。よかった。脱出して一緒にゼッコを追ってもらえるかい？はい。よし。なんかいろいろ手に入れたな。武器、白酸系。リ、シルフ。武器、連続系、SRCB2。防具、体力系、L2G。武器、強化系、SRCR3。SRC すげえな。いろいろ作ってんね。もう
7万いったな。無理にレベル上げする必要なかったかな。でも結構あり強かったからね。あ、タスク達成してるね。よし。これが詳細。エリート戦士。累計撃破数が1000を突破。SODP28。これね、名前見てもよくわかんないんだよね。あの型番みたいので書いてあるからさ。これ。ワイルドキャット。なんだ、パワーボール。まあ、基本形は強いけど、あんまり使いたくねえな。使いづらいんだよな。連続形。SRCB2。連機力は上がるけど、力は下がるからな。結局、斬撃系が一番使いやすいんじゃないかな。SRCD3。チャージが3になるメリットってあるのかな。レシルフかな。レシルフだね。まあ威力、強くはないな。強化系。何これ。ジャッカナベス。わかんねえな、読み方が。これ超強えじゃん。でも重量めっちゃ上がるな。すごいな、でもこれ。攻撃力170の連機力180。で、チャージが3になる。ちょっと使ってみたい気はするけど、一旦装備してみるか。一旦装備して、弱かった、レーザーだからね、弱かったら、また斬撃に戻すみたいな感じでいいかな。あ、そうだ、ボグみたいな。体力系。弱いね。弱いですね。機動系。まあ、機動系は弱いか。これ連機系か。連機系。どうなんだろう。連機ゲージめちゃめちゃ上がるけど、でも俺みたいに突っ込んで切っていくタイプだったら絶対、今のやつの方がいいよね。攻撃系。攻撃系ってどうなんだろう。なんか微妙なイメージしかない。じゃあ、ユーダのマシンガントーク。絶好を追うため、ミラたちと合流したジュリア。果たしてミラの実力は？ミラ、それでですね、私、やっぱりトシ君とヒサ君の2人に告白されちゃったんですけど、どっちか選べないと思って、じゃあ3人で付き合っちゃおう。ってことになってですね、キャハッ、どこ行くのも一緒なんですよ。私たちすごい仲良しなんです。それでヒサ君はプリンチョコクリームが大好きで、トシ君はイタリアンジェラートのキャラメルココナッツが大好きで、私はどっちもめちゃめちゃ好きだから、2人に一緒にあーんってされてパクパクってお口に入れるとお口の中で混ざってすごい幸せなんです。それでともくんっていう人がいて、サテライトカフェのバーテンしてるんですけど、ともくんの作ってくれるカクテルが頭ぼーっとしちゃうくらいすごい美味しくて、この子黙らせられないかしら。ずっと喋ってるよね。業務中延々とこれだもん。発狂しかけたわ。だからやっぱともくんも一緒に付き合っちゃおうって言って、4人でホテルとか行って一緒にくっつくとみっちりしてあったかくて、すごい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 幸せなんです。それでうるせえなこいつ、殴って黙らせろ。ちょっと、あそこにもあれがいる。スルー、アナスタシア、これをスルー。整形安定化も業務のうちだね。じゃあ私やっつけてくる。あ、待って、ミラと二人きりしないで、降下しまーす。ジュリアー、かわいそう。あれ、頭痛くなるわ。もう絶対あんな女と一緒にいたくないね。うっそ、なにこれ。うわー、すげえ強いけど。いや、ダメ、これ、ダメ。これ、ダメ、これ。いや、これ、強えな、でも。ゲージさんやべえな、これ。なんか知らんところで敵が死んでいく。ほら、これで回転できたら強いんだけどな。ヒーローのバスターライフルみたいに。
うわ敵多い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 敵あ、そうだ、技使えばいいじゃん。バカだな。海洋拳、海洋拳。ああ、また技ゲージ回復したね。海洋拳使っとこう。これ海洋拳でしょ。なんかアイテム出なかった。ああ、取ったか。取ったね、ちゃんと。あとどこ敵。あ、やべ、敵いねえよ。あ、やべやべ、撃っちゃったよ、もう。海洋拳と、この、ね、海洋拳カメハメハで。強いね。密集してれば強いね、これ。アナスタシア完了したよ。アナスタシア？なーに、ジュリア。あ、業務お疲れ様。ミラ化しちゃった。ごめんね、アナスタシア。かわいそう。いやー、ジュリアとアナスタシアのコンビ好きだわー。武器連続系。あ、これなんか持ってた気がすんな。なにこれ？これ持ってないな。連続系、トリプル、と、ん？トリプルトリエットかな。ちょっと曖昧な言い方しちゃった。追尾系、ホーリーチェイン。いやー、これどうだろうなー。強いけど、でもダメージえげつないか。ちょっと面白いかもしれない。愛と憎しみのサディズム。ついにゼッコを追い詰めた、ジュリア。そしてゼッコの真意を知ることになる。よし、行こうか、もう。どんどん行こう。これで全部ね。そうよ、これでこの星の生命反応はあと一つ。絶滅させたんだ、星。軽くさ、あの、星の、生命体を絶滅させないでほしいな。そういう、なんか、あの、世界観なのかもしれないけどね。ゼッコ。まだピンピンしてるゲス。ゴキブリ女でゲスね。切れてる時間はないの。状況を説明してもらえる？しつこいでゲスな。言うわけないでゲスよ。世の中の悪事のほとんどは真意など闇のままでゲス。わかりやすい理由が必要でゲスか？カッとなってやった。で、満足でゲスか？喧嘩売ってるんだよね。お前はただの派遣社員です。会社への仁義すら求められない、ただの駒でゲス。そんな道具が意志を持つなでゲス。ゲス極まれりね。ジュリア、もういいわ。体に聞いちゃいなさい。そのつもり。ゲス。駒が笑わせるなでゲスな。やれるもんならやってみるでゲス。俺だけは言うでゲスよ。お前は手前にただ一方的にやられるでゲス。ゲッシュ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 。あの地震は何だろう。無性に腹が立つけど。さあ、ジュリア、覚悟を決めてもらうでゲス。覚悟を決めてさっさとくれでゲス。おじけづいたでゲスか？かかってくるでゲス。妙に張り切ってるわね。そうでゲスか？うん、怪しいくらい。そんなことないでゲスよ。うわぁ、絵に描いたような動揺っぷり。もしかして罠とか？ゲッスー！罠？手前は地雷なんて仕掛けてないでゲスよ。あ、もうわかりやすいね。そのなんか、ちょっと地面に残ってる跡全部地雷なんじゃないの？そっか、地雷仕掛けたんだ。なぜわかったでゲスか？あ、卑怯者。うるさいでゲスよ。勝ち。ゲゲッ。バカか。なるほど。よく見たら掘った跡があるわね。ありがとう、ゼッコ。危ないから気をつけるね。本当に危ないでゲス。手前専用の安全装置をセットしてなかったでゲス。しかし、もう手前が踏んでも爆発しないでゲス。これで舞台が整ったでゲス。かかってくるでゲス。ゲゲス。やっぱ卑怯者にはお気を据えてあげないといけないか。よし、行くぜー。うわー、痛い。なに。おらー。わ、痛い。あー、めんどくせー。あー、おらー。これ。あ、痛い。おっと、なんだよ、これ、弾幕シューティングかよ。痛い。おー、あー、痛い。
ゲゲゲゲス。もう観念してよね。嫌でゲス。この思いは誰にもわからないでゲス。この星の核に爆弾を仕掛けたでゲス。このスイッチでお前と私は花火のように散って、思いは永遠でゲス。お？ゲゲス。ジュリア、今のは一度触れたかった。え、絶好。死んだ。え、何、ジュリア好きだったの？あ、もうタナトスじゃねえか。さーて、お片付けの時間かな。お前はタナトス。絶好、こいつはただの嫉妬野郎だ。派遣社員のお前が正社員の自分より成績がいいのか。うぷぷぷぷぷ、とっても悔しかったらしいぜ。まさに劣等感でカッとなってやったんだ。ははははは。ちょいとそそのかしたらお前のさすがにすぐ乗ったぞ。黒幕はあんただったってわけ？どうだかな。目立つやつには敵が多い。はっきり言いなさいよ。強気ないい子だ。そんな、だから、ゼッコはお前を殺したいほど愛していたのかもしれんぞ。気持ち悪い。一番のゲスはあんたね。だとしたら、さあ遊ぼうか、ジュリア。お、やるの？マジか。おー、あ、早い。あ、せっせい。という夢を見たね。よし。あなたす覚悟。壁際に追い込む。まあ、でも逃げられんな、結構。弾さえ出させなければ。どうということはない。痛い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 。よし、勝ったね。ああ、強かった。本当にちょっと強かった。苦戦して、ちょっと、苦戦しすぎたんでね。ちょっとレベル上げてきたよ。うん。はい。エモーショナル。いいぞ、ジュリア。ふう。戦いはいいな。お前の敵。生への希望。手に取るように伝わる。何？さっきからな、意味わかんないこと。全部食べるのはもったいない。もったいない。まあ、もったいないからお預けだ。また会おう、ジュリア。うわ！もう、すげえな。戦闘狂だね。ゲガード、ジュリア。まあ、なんとか回復しました。そうか、よかった。ゼッコ自体なら心配いらないと思ってたけど、タナトスが一枚噛んでたなんて読みが浅かったよ。ついててやれなくてごめん。山田さん。にしてもさ、ゼッコとジュリアが付き合ってたなんて、僕全然知らなかったよ。やっぱり鈍いな。いかん。え、違いますよ。全然そんなことないですって。でも報告書の通信録にはそう書いてあったよ。恋愛のもつれによる事件って。むちゃくちゃですよ。その報告書書いたの誰ですか？え、ミラだけど。やっぱり。ミラ、アリに食わせればよかった。終わったね。いやー、ちょっとタナトス強えな。まあ、ちょっとなんか床に地雷が設置したってのもちょっと、あれだったけどね。よし。次が、ヤッコ。戦闘力。117,198。ちょっと足んないね。じゃあ次ヤッコ行くまでに、ちょっとレベル上げておきますね。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。